大学。そう、山椒の小粒となるよりも鵜戸の大木となれという見学の精神を誇る、その名も高き鵜戸大学です。みんな思い思いに昼下がりのひとときを楽しんでいます。さて、それから鵜戸大学の裏の方にある帰らずの沼、ここでこれから不思議なことが始まるんです。ポッペン先生と一緒にね。あ、ほら、あそこを歩いているのがポッペン先生です。これこれ、この足音、ポッペンポッペンポッペン、ゆえにポッペン先生なのです。ポッペン先生、あ、ポッペン先生、ポッペン先生、逃げ足の速い人だ。これで原稿を書く手も早ければ、言うことないのに。よいしょ、ポッペン先生はこの大学で生物学を教えているんだ。あら、ポッペン先生、だからお休みだってのに、まだ授業が残ってんですか？いや、ちょっと自分の研究がね。さすが研究の虫。ランチ一丁。ポッペン先生は帰らずの沼を眺めながら昼食というわけ。先生にとってここはいい場所です。例えば簡単にアリ地獄を見ることもできるし、アリ地獄が大人になった姿のウスバカゲロウも見られます。それにしてはどうも元気がない。そう、先生は今悩んでいるんです。ある科学雑誌から帰らずの沼の生物とその生存競争のありさまを面白く書いてくれと頼まれているのですが、どうもうまくまとまらない。
編集者はやたらせっつくし。もっぺん先生、早く書いてくださいよ。言いたがありませんがね、帰らずの沼について書くというのはずっと前からの約束ですよ。頼みますよ、ポッペン先生。締め切りが迫っているんですよ、締め切りが。ああ、時間が止まってくれたらな。なあ、かげろう君、なんとかいい方法はないかな。時間さえ止まってくれたら。ピンクのかげろう、普通なら水色がかった緑色をしているのに、この薄葉かげろうは桃色だ。よし、逃がしたか。どこへ逃げた。沼の方かな。それにしてもすばしっこいかげろうだ。あれれ、これはどういうこった。私が、私が。そうです、ポッペン先生は今の今まで追い求めていた桃色の薄葉かげろうそのものに変身してしまったのです。ああ、危なかった。ああ、なななどけ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 。あんた、こんなとこでフラフラしてちゃ危険でしょうがないよ。人の通り道塞がれちゃ困るってもんだい。どうもすいません。あんたもカゲロウなら分かってんだろ。お互い命が差し迫ってるってのによ。そんな、私はまだ38歳ですよ。38歳？もう38時間も生きてんの？何のことですか。そんなのんきなこと言ってる場合かよ。1時間はカゲロウにとっては1歳ってことになるんだよ。残り少ない命なんだよ。もっとしっかり生きようじゃござんせんかねえ、あなた。では失礼。残り少ない命、そうか。そういえばカゲロウの寿命はせいぜい2日間だったな。すると、あ、これは大変だ。私はもうじき死ぬ。えらいことになったな。ぐずぐずしていると私は薄葉カゲロウのままじきに死んでしまう。ああ、どうしよう。ああ。あれはなんだ。どっかで見たことがあるぞ。あ、あれは私だ。そしてここに薄葉かげろうに変身した私がいる。あれも私でこれも私。なんたることだ。あれは細胞分裂の一種に違いない。心と体が分裂したんだ。私の心が体を置き去りにしてカゲロウに乗り移ってしまったんだ。ああ、どうしよう。ああ、一体私はどうすればいいんだ。ん？鳥の糞みたいのがこっちを見てる。いや、鳥の糞が人を見るはずはないな。あの、ちょっと伺いますが。お、あんたも俺を伺っていたのかな。ああ、あんた鳥の糞騙しですね。
いや、失礼。それはわしや鷹の糞によく似ている鳥の糞だましという蜘蛛の一種でした。おい、お前、俺が鳥の糞みたいだってバカにしているのか。いや冗談じゃないよ。俺はな、この格好のおかげで他の奴らをだまくらかしていた。のこのこ近づく虫を餌にできるんだし、食いしん坊の鳥たちにも食われないんだ。知ってますとも。そういうのをね、生物学では擬態と言うんです。擬態、おかしなことを言う、ウスバカゲロウだな。やっぱりあなたも私がウスバカゲロウに見えるんですか。ん、そういや色もちょっと変、インク壺にでも落っこっちゃって頭が変になったのかな。いや、私は変な運命に起こしてね、悩んでるんです。それじゃあ俺様がもう悩まないでいいようにしてやろうじゃねえか。どうするんですか。こっちで俺が出たんだ。遠慮します。変でこなカゲロウ、変なことくちゃべって逃げるとはずるいじゃねえか。危ない危ない、どこに敵が潜んでるか分かりゃしないよ。でもどうしよう、なんとか元の体に戻ることができないだろうかな。あ、あ、なんだなんだ、触覚が信号を感じてるぞ。ん、ただならぬものがただならぬ勢いでやってくる。え、どこだ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 。あ、助けて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 。何をするんですか。助けてと叫んでいたじゃないですか。やっと終わり、俺はお腹が空いて死にそうなんだ。そんなのずるいですよ。いや、やるやる、めって助けて助けて助けて、お前こそ助けてくれ。助けて、見苦しいからやめなさい。暴力はいきません。公園にやめなさい。いえい、わしを助け。あ、何かが飛んでくる。ああ、ダメだ。もう私のウスバカゲロウとしての寿命が尽きたんだ。思えば儚い一生だった。だけど私が死んだら残された私の体の方はどうなるんだろうな。ポッペン先生はどうなってしまったのでしょう。ここは水の中だ。私は水に落ちてまた息を吹き返したのかな。それにしてはよく平気でいられるな。私は水が怖くて水泳もできないのに、どうしてこうゆったりした気分でいられるんだろう。あの鏡に映った魚は確かに私だ。水に沈んだポッペン先生のウスバカゲロウは確か一匹の魚に食べられて死んだはずです。ところがいつの間にか今度はその魚になって意識を取り戻したのでした。ああ、今度は魚になっちまった。もう人間の体へは帰ることは無理なんだろうか。ギリシャ神話のナルシスは水辺で自分の姿に見とれてるうちに水に落ちて、そして岸辺に咲く一輪の水仙の花になったはずだ。ああ、私もせめて水辺の百合の花にでもなりたかったな。水
スイとスイ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 とこらスイとあいた痛いスイスイスイとよいしょ、うん、うわっ、はあ、何がおかしいんですか。人が一生懸命泳ぎの練習をしているというのに、何がおかしいんですか。泳ぎだと。私はね、この沼で魚として生きていく決心をしたんです。どうです、うまく泳げてるでしょ。どうですか、うん、お前もしかして鼻長魚じゃねえか。その姿は確かに鼻長魚だ。鼻長魚だって。鼻長魚って熱帯魚でしょ。こんな沼にいるわけないです。とぼけるな。そんなに鼻のバカ長い魚が他にいるか。バカ長いっていうことはないでしょ。それは私はいくらか人よりは鼻が長いですよ。鼻長魚、そうか、そういえば。以前にシギザー博士が南のウバンギの海にいる花長魚を取り寄せて研究のために帰らずの沼に放されたことがある。環境に慣れやすいという花長魚がこの沼ではどんな生活をするか調査するために特殊通信機をつけて。そうか、だから私の背びれには私の行動を報告する特殊な通信機が取り付けてあるんだ。おい、花長魚。はい、はい。何をいつまでくだらんことをほざいてるんだ。それはですね、自分の運命についての警視課におけるうるせえ。何を隠そう、俺様はな、お前の運命をちゃんと知ってるのよ。私の運命を。そう、10分後にはあんたは骨ばっかりの体になってしまう。どうしてですか。それはあんたが俺に食われるからだよ。ああ、やっぱり私を食べる気ですか。え、痛い、お腹が痛い。あの、どうしたんですか。お前を食ったために腹の中でお前の骨が俺のお腹を刺しまくる。というわけで俺は自分の運命も見えるのさ。だからあんたを食うわけにはいかんのよ。わかった。じゃあさよ。人を食った魚だな。しかし沼にも変なのがいるわけだから、こうなった以上沼の主に挨拶しとこっと。スイスイっと、どうだ。スイスイっと、水の中ってそんなに悪い世界じゃなさそうだな。スイスイっと、ゆーっと、どうだ。うわ、あ、なんだこれは。これは舌で私を味見してるんだな。なんて大きなナマズだ。変な味だと思ったら鼻長魚くんか。もう本当に。お見それいたしました。親分さん、僕は宇都大学で生物学を教えてまして、人呼んでポッペンです。よろしく。もう早くあっち行きなさいよ。は、私は沼の文化に関係のないものには用はない。文化？さよう。私はこの沼の重要な文化を後の世のために胃袋に保存しているんです。文化、はい、文化こそこの世の宝。文化文化あるのが私の使命と。わかりますか。わかりました。あんたね、疑っとる。信じてないんですよ、あなたはね。いえ、信じてますよ、信じてます。私は証拠を見せてやりましょう。見よ、この見事な文化財の数々をね。これが文化？
こんなものはみんなガラクタじゃないですか。じゃあ哀れ無知なる者よ、これがガラクタとは。いい、私はもともと人間だからわかるんです。人間、その証拠はあるのかね。だからこのガラクタが何であるか説明しますよ。それができるということが、とりも直さず私が元人間だったという証拠になるでしょうね。まあやってみなさい。例えばこの下駄です。これは人間が足に履くもんなんです。違うね、それは帽子だ。帽子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 、こそこの世の宝。文化文化、文化文化たるのが私の使命。もうそんなバカだ。いやもう哀れ無知なるものよ。じゃあね、これを説明しましょう。これはですね、シャベルです。人間はこれで土を掘るんですよ。違うの、それは鍋です。鍋だ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 、こそこの世の宝。文化文化、文化文化たるのが私の使命なのです。はい、とんでもないです。哀れ無知なるものよ。じゃあ、これならあなたも認めるでしょ。この釣り針はね、人間があなたを釣ろうとして仕掛けたもんです。なんだなんだなんだ、これは勲章です。勲章？さよう、私が長年にわたって沼の文化の保存に尽くした功績をたたえて時々水の上から授与される勲章です。ひどいよ、思い違いだ。悪だ組だったらわざわざ勲章の先にご馳走までつけてくれることはないでしょうが。ああ、もうやめましょうね。ねえ、まあ。あれは私の定期入れだ。待った。待ってください。待ってください。1ヶ月前私が人間だった時になくしたもんです。あっ、落ちまった。というわけなんです。違う、これはパーティー券です。何ですって？川で縁取られているところを見るとよほど由緒のあるパーティーに違いない。違いますよ、これは電車へ乗る時の定期券なんです。もういい加減にしろ。うわしてもらいます。私のもんだから。いや、しつこい。もう分かりました、分かりましたよ。じゃあこうしましょう。これよりもっと素敵なものと交換してあげましょうね。どうですか？交換ですか？この通信機です。この中にはね、特別なレーダーがしまい込まれていて、かつては信号を沼の外に送っていたのです。まあなんと、信号を。それはあの地震についての信号かね。さあ、それは分かりませんけども、しかしその暗号が何であったか調べれば、この帰らずの沼の文化を解き明かす重要な手がかりになるはずです。それができるのは私だけだね。そうです、交換してくれませんか？よろしい、ではその通信機を取り外すぞ。どうぞどうぞ。カウスボタンのように止めてありますからね。では行きたまえ、早速暗号解読にかかる。ご成功を祈ります。ね、文化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 、驚いたな。何が文化文化だ、ポッペンポッペンの方がよっぽどいいよ。どうやらポッペン先生はすっかりこの沼が気に入ったみたいです。ハララワウオさん、ハララワウオさ ん、あなた様にお呼びがかかってます。どなたが私を？沼の主です。でも沼の主とナマズさんとは今別れてきたばかりですよ。ナマズが沼の主だって？あんな貧弱なお魚が？あの沼の主を貧弱だと言うんですか？この沼の主はもっと大きな方ですぞ。
あのナマズより大きいんですか？大です。さあこちらへどうぞ。はい。こちらへ。あの花長殿をお連れいたしました。おお、参ったか。あーいや、ご苦労ご苦労、よく来てくれた。この小さな殿様がやるが沼の主ですか？こら、気が高い。なーに、かまわんかまわん。のう花長魚殿、そなたはいにしえより知識の優れた魚と聞いておる。この沼のために一つ相談に乗ってはくれぬか？あ、私は今とても憂いとるんじゃよ。とほほほの、分かってくれるか？それは一体なぜですか？この沼ではいつも戦いが絶えぬ。強い者が弱い者を襲い、弱い者はさらに弱い者を食べて、どこまで行ってもキリがないのじゃ。ピガッ、これでは地獄じゃ。早くこのようなことをなくさねばならん。なそうじゃろ。いいえ、そんなことはないじゃないですか。ちゃんと、あんただって糸トンボやテントウムシを食べてるじゃないですか。それにカワセミのような水鳥は魚やカエルを食べて生きてるんですよ。そうじゃないですか？この、おのれ、こいつは敵の回し者か。まあよいよい、わしたちを食べる者などこの世にはいないぞよ。その敵よです。ひとまず退却じゃ。ああ、ああ、早く。カワセミだ。私を見てる。私を狙ってる。いや待てよ、あの蚊は私だ。そう、いつの間にかポッペン先生は花長魚からカワセミに変わっていて、水に映った自分を見つめていたのです。今度はカワセミか。一体どういうことなんだろう。ああ、さっぱりわからない。しかし水の中でうごめいてるよりは、鳥になって空を飛べる方がまだマシというもんだ。それに弱いカゲロウと違ってカワセミなんだから、オニヤンマなんかに襲われる心配もないし。今のは何だろう。ああ、いた。まあ、痛い痛い、もうもう参った参りましたよ。あなた同じカワセミのくせにね、一体私に何の恨みがあるんですか。今すぐここから出て行きなさい。あれ、君は女性？いや、メスですよね。メスもオスもないわ。ちょっと留守してる間に勝手に私の縄張りに入り込んで、失礼ったらありゃしない。ああ、そういうことだったんですか。ああ、はは、あなた人間に飼われていたのね。さっさと飼い主のところへ帰りなさいな。一度飼われた鳥はね、たやすく野生に戻れやしないの。しかし、とにかくいい加減な気持ちで人の沼に割り込んでほしくないわ。いい加減って、私は別に何かしようと思って来たわけじゃないんですから。ただ、それがいい加減だっていうのよ。さっさっさと出てって、早く。また痛い目に遭いたいの？分かりましたよ。早く。行きます、行きます。もう。行きます、ほれ、ほれ、ほれ。気の強いメスだな。はあ、痛い。よいしょ。こら！何をしている？ああ、かけすさんか。今、一休みしてるんですよ。なんだと？ここをどこだと思っているんだ？研究室の大井町でしょ。その大井町は誰のものだ。土大学のもんでしょうね。ふざけるんじゃない。
この大井町の東側は俺様の縄張りなんだ。そんなヤクザみたいな言い方して。うるさい。俺様はな、てめえの縄張りには羽一枚だって他人様は入れないんだ。分かった、分かりましたよ。かけすねやつめ、茨城去って。ほら、あっち行け。縄張りに入るな。ないよ、出てって、出てって。はい、あっち行け。さっきのメスだ。出てって。鳥ってなんて縄張りがうるさいんだろうな。これじゃ羽があってもどこへも行きやしないし、ともかく私の体を見つけて戻らなくちゃ。あ、あそこだ。おい、あんた。おい、私、私の体。もう、おい、どうした。私はね、この体の中に帰りたいんだよ。いいともしないな。時計まで止まってる。そう。もう私はどうしたらいいんだ。もう。困るな。ここは足の縄張りなんだよ。ああ、またも縄張りか。あんたも女房子供がいるだろうに、こんなところでブラブラしてないでさ、さっさと家へ帰ったらどうなんだ。私にはね、女房なんていやしないんですよ。じゃあこれから女房を作ればいいじゃないか。え、楽しい恋をしてさ、それでもって結婚だ。最近な、美しいメスのカワセミちゃんがあんたの恋の歌が聴きたくて待っているに違いないんだ。そうか、そうですね、そうなんですよ。ありがとう、キツツキさん。そうなんですよね。私は今はカワセミなんだ。彼らのことを悩んでいるよりもカワセミとして生きるべきなんだな。そうだ、愛する人が私の来るのを待っている。あの気のついメスのカワセミ、そうなんだ、あの子は愛を求めていたんだ。私の愛、もうポッペン先生なんかに戻らなくたっていい。私は彼女を愛そう、愛そう。あ、いた。ほら、はん。おー、愛しの君よ、我が恋の歌を聴きたまえ。よし、ベートーベンだ、喜びの歌だ。晴れたる青空漂う雲よ、小鳥は歌えり林に森に、心は朗らか喜び満ちて見渡すか。ああ、危ない。待ってくださいよ。もう私はね、あなたと幸せになろうと思って帰ってきたんですよ。ちょっと待ってくださいよ。どうしたんですか。本当に女のやることはわからん。待ってください。晴れたる青空漂う雲よ、小鳥は歌えり林に森に、心はほがらか喜び。その歌やめて。え、歌わずにはいられないんですよ。他の歌にして。じゃあ、ちょっと待ってください。あれ、な、あ、あ、なんだこりゃ。こんなのはどうでしょうかね。あなたは野の鳥、森の鳥。やっぱりピンとこないわ。そうかな。じゃあ、これで行ってみます。
初めてつつかれて火花が飛んだ二度目につかれて、ダメですか、私は音痴だから。言葉はいらないわ、心の歌を聞かせて。心の歌ね、そんな勝手なことばっかり言って。いいものみんなポケットに入れて、コーヒー飲んだら森へ行こう、せせらぎに沿って、人の知らない国まで行こう。夢の中にいるよ、素晴らしい。この世はなんて美しい、生きてるものはみんな恋人。まあ命の限り、こんなにうっとりしたのは初めて。本当ですか、あの本当に素敵ですか、近づいてもいいですか。命の限り愛し合って、何たるものに生まれたワンロー。巣をこしらえなくちゃ。巣を作って卵を産むの、あなたと私の子供を育てるの。はい、世界中で一番立派な巣を作りましょう。あとは私にありますから、あなたは水浴びでもして泥を落としてらっしゃい。優しいのね、あなた。じゃあお願いするわ。できた。はあ、くたびれたな。眠い。ちょっと。嫌な夢を見た。イタチに食べられるなんて。あ、帰ったんですか。なんと私がイタチになっている。イタチに。コッペン先生は今度はイタチに変身していました。やっと幸せになれたと思ったのに、よりによってカワセミの一番怖がっていたイタチになってしまうなんて。
しかし一体どうしてこう次々と変身するんだろう。最初はカゲロウだ。次は花長王。そしてカワセミ。そしてイタチ。カゲロウ、魚、カワセミ、イタチ。カゲロウ、魚、カワセミ、イタチ。わかった。私は次々に食べられていったんだ。食べられるたびに食べたそのものに変わっていったんだ。そうだ、食物連鎖だ。食物連鎖、それは沼に生きる生物たちの生存競争のつながりのことを言います。そのつながりの輪の中にポッペン先生は取り込まれていたのでした。じゃあ私が人間に戻るためには人間の私に食べられなくちゃならない。とてもじゃないけど無理みたい。それにこの沼にはイタチを食べるような勇敢な生き物などいやしないものな。ああ、私はこれからイタチとして一生を送るしかないのだ。ん？こら！早く出て行け！出て行け！痛い！痛い！ああ、もう、まいったな。あっち行けよ！あっち行け！出て行けよ！あっ、あっ、痛い！ああ、もう、な、な、うるさい！よく頼もう。やっ、待て！決めたぞ。私はもうこれからイタチとして生きていくんだ。この沼で一番強いイタチとして、一番残忍な生き物として。これは私の昼ご飯にさせてもらいましょう。あなた、なんとかして。いや、離せ、離せってな、離せ。早く離せ。たちも落第か。こんなことじゃセミ一匹取りやしない。もうダメだ。それにしてもお腹が空いたな。いけるな。うん、うん。それにしてもおし麦を食べるイタチなんかいたっけな。うん、おし麦、おし、しまった。これは猫いらずが入ってる。猫いらずだ。ネズミを取るための猫いらずだ。水。私は孤独のイタチとしてこの森に人知れず骨をうずめよう。そしていつか土になり野の百合となってナルシスのように沼の淵に花を咲かせるんだ。あっとちょっと、ああ、いやあ、
まだ生きてたのか。まあ、あれは何？あら、見て、新しい仲間よ。まあ、可愛らしい。さあ、それでは、私たちの新しいお仲間に自己紹介していただきましょう。あら、私たちから自己紹介するのが礼儀というものよ。私、山百合ですわ。私は、あつ森草よ。私たちは、野井原ですよ。よろしく。私は、たぬきもでございますのよ。あ、うん、はい、私は泡立ちそうよ。私は野肝臓ですの。よろしく。はあ、ここが花の世界だとすると私も花に生まれ変わったに違いない。そうか、念願のユリの花になれたんだ。さあ、今度はあなたの番よ。お名前は何て言うの？はい、私は野のユリです。野のユリですって。野のユリですってね。野のユリですって。あつかましいんじゃありません。こんな野のユリなんて見たことありませんわ。あなたがユリの花だなんて、私の親戚にはそんなずんぐりしたユリはいませんことよ。じゃあ、すると私は一体何でしょうか。ほやほや、自分が何者か知らずによく生きていけますこと。ねえ、もしかしたら、ひそ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 。え、まあ、ねえ、ひそ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 。あれが毒キノコ。それ本当？ええ、きっとそうよ。そうに違いないわ。それも綺麗な毒紅竹。そうよ、キノコさんよ。まだ自分がキノコだってわからないわ。可愛いキノコさん。そうか、私はキノコになったのか。しかし、イタチがキノコに食べられるなんて聞いたことがないな。イタチのポッペン先生は死んで土になり、その養分を根付いたキノコの菌に吸われてキノコに変わったのです。これじゃあ人間に戻りたくても戻れやしない。手も足も出ないとはこのことだ。あら、そんなにしょげることはないわ。ミオによってはとってもチャーミングよ、あなた。そうですか。あ、じゃあせめて人間の私がこのキノコの私を食べてくれると嬉しいんですけどね。まあ、毒キノコを食べる人間なんているのかしら。よっぽど物好きな人ならね。あ、そうか、私は毒紅だけだ。食べたら病気になる。ああ、雨よ。あ、雨よ、降るがよい。風よ、冷やれてくれ。願わくば、私の数奇な運命を全て洗い流してくれ。粉々になった私の体、キノコの命は短くて、男ポッペンどこに行く。それにしても私は夢でも見ているのだろうか。体が宙に浮いたようで、なんとも不思議な気分だ。元気のいい赤ちゃんだこと、今出してあげますからね。はあ、はあ、まあ、立派な赤ちゃんだこと。赤ちゃん？そうか、今度はアリの子に生まれ変わったんだ。いらっしゃい、その殻から出るんですよ。ああ、はい、よいしょ。あらあら、大丈夫？どうも恐れ入ります。まあ、
なんて賢い方がお生まれになったんでしょう。こんな王子様を取り上げられて、乳母の私も鼻が高いというものだわ。王子様？私は王子ありですか？そうですとも。その背中の羽は伊達じゃありませんよ。羽？はあ、でもなんだか貧弱な羽ですね。いいえ、今にたくましく強くなりますよ。地面に這いつくばってる私たちとは違って、この巣で一番美しい王女様と結婚なさるんです。ほら、だんだん体の色も変わってきたわ。なるほど。ところで、私をお産みになった女王陛下はその前にキノコを食べませんでしたか？ええ、女王様はキノコは大好物ですから。そうか。その女王様が食べたキノコは実はアリになる私だったのです。何のことでしょう一体。私は元キノコだったのです。いや、その前はイタチです。本当はカワセミでなくて、ハナナガウオで、カゲロウの前に、なんだかわけがわからなくなって。あ、さあさあ、おかしなことばかり言ってないでお食事にしましょう。はあ、そういえばお腹も空いたようです。いらっしゃい。何するんですか？おいしい蜜ですよ。ちょっと恥ずかしい。ちょっとやめて。そうか、アリは何でも靴ずしだったんだ。いかが？おいしいです。感動です。女王アリがキノコだったポッペン先生を食べたので、先生はちょうど生まれるところだった王子アリに乗り移ったのでした。王子様、王子様、お待ちください。王子様、王子様、どこ行ったんでしょう。これから立派な王子になるための儀式を執り行わなければならないのに。王子なんかになってる暇はないよ。せっかくアリに生まれ変わったんだから、アリならば人間ポッペに食べられることができるはずだ。一体どっちに行けば出口なんだろう。ここはどこですか？ここはキノコの倉庫だよ。キノコの倉庫ですって？そうさ、胴長アリの巣の中だよ。そして俺はここの居候兼倉庫番ってわけだ。するとあなたはアリ塚コオロギですね。その通り。女王様ご好物のキノコの番をして、その代わりに食い無事にありついて生きているのさ。こないだなんか変なキノコが混じってたらしくて、それを食べたために女王様はご病気になられちゃったそうだ。病気？かわいそうに。毒キノコを食べたために女王は病気になったのか。しかしそのおかげで私はアリに生まれ変わることができた。見かけたところ王子アリのようだけど、一体どこへ行こうとしてたのかね。よく聞いてくれました。私は巣の出口を探しているんです。出口？やめなやめな、外へ出るなんて。ここにいりゃ大地食い物の心配しなくて済むじゃねえか。私は人間に戻らなくてはならないのです。どうか巣の出口へ案内してください。いやいや、俺はこっから動くわけにはいかんのだよ。大地、出口なんかもう覚えてないからね。わかりましたよ。もう頼みませんから、私は自分で探しますよ。ねえねえ、本当に美味しかったわね。あ、男の人よ。それは誤解ですよ。ちょっと、まあ、いやらしい。なんて失礼な王子様、男子禁制の場所に踏み込むなんて恥知らぬ。本当にこんなところに来るなんて。もう驚いた。女はこれよりです。誰だいそこにいるのは。お前は王子だね。
ここを女王の部屋と知って入ってきたのかい？いいえ、慌ててつい悪気はなかったんです。ごめんなさい。構いませんよ。あなたは私の王子。よく無事に生まれましたね。はい、私はあなたのおかげでアリに生まれ変わることができました。でもそのために女王様はご病気になってしまいました。何もお前のせいではないのですよ。女王様、私は外へ行ってきます。そしてあなたの病気に効く薬を探してきます。いいえ、私はもうダメです。これからはお前が王女アリと結婚して子孫を増やすのです。私にはそんなことはできません。私たちアリにとって大切なことは一匹一匹の命よりも一族全員が栄えることですよ。私は少し眠ります。あとはよろしく頼みましたよ。女王様、女王様しっかりしてください。女王様、ああ、私は人間です。アリのような生き方はとてもできません。私にできることはせめて人間に戻ってあなたの一族のために砂糖を持ってくることぐらいです。王子様、こんなところで一体何をしているのですか？ああ、僕はただ地上への出口を探しているんです。いや、困りますな。王子といえども不埒な行為は許しませんぞ。まあ、王子様。王子アリには王子アリの務めというものがある。たった一匹の勝手な行動が一族を破滅に導くのだぞ。そんなに怒鳴らなくても分かってますよ。乱暴なんだからもうね。王子様、はい、あなたの大好きな蜜ですよ。なんという甘やかせ方。うむ、なくそが悪くなるわい。一体どうしたんだろう。どうしたんですか、皆さん。もう。一体、みんなどこに行こうって言うんだ。なんだろう、この匂いは。先生、甘い蒸れたようなこの匂いは。これはね、アリの神経を麻痺させるような特殊フェロモンですよ。これを砂糖水に混ぜてアリの巣の近くに置くと、巣の中のアリが残らず皿の周りに集まってくるんです。アリたちは初めはこいつを舐めたりしますが、そのうち皿の周りを回り始めて、みんな死に絶えるまで行進を続けるんです。はあ、それはまた恐ろしいですね。私はその全滅したアリたちの死骸を分類して、真夏のアリの巣の中の構成と個体数を調査するつもりなんですよ。差し当たって明日の昼に始めることにしますがね。大変だ、このままではみんな死んでしまう。おー、やめろやめろ、みんな死んでしまうぞ。やめろ、これは恐ろしい特殊フェロモンなんだ。みんな騙されちゃダメだ。これは人間の企みなんだ。おーい、おい、みんな止まってくれ。おい、巣に帰ってください。巣に帰るんだ。みんな死んでしまうぞ。ダメだ。
もうみんな私の言葉が耳に入らない。このままではみんな全滅してしまう。ああそうだ、紐だ。あそこにあったな。よし。任せます。よろしく頼みます、ね、女王様、私があなたの一族にしてあげられることはこれだけです。もう少しだ。みんな助かった。フェロモンは撒き散らされて、申しの行進は起きないだろう。みんな無事に巣に帰るだろう。そして元の生活に戻るんだ。女王様、あなたの一族の繁栄を祈ってますよ。これでいいのだ。それで私は人間に戻らねば。人間の私に食べられて元のポッペンに戻るんだ。ああ、羽が思うように動かない。だいぶへたばったな。ああ。人間の私のところに行くにはこの沼は越えていかなくてはならない。とてもじゃないけど解く力は残ってない。よいしょ、沼の向こうまで歩いてたどり着けるだろうか。よいしょ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 。しまった、ここは。俺様はアリ地獄だよ。さあおいで、あっという間だぜ。とんでもない、あなたに食べられたら私はアリ地獄になってしまう。そしたらまた渦巻かげろうになって初めからやり直しだ。ごちょごちょ言ってないで、さあ俺の餌になれ。こら、いい加減に諦めろ。ここへ落ちたら最後、もう助からねえのさ。助けて、助けて。半量だ。あれ、おい、私を助けてくれ。助ける、私にできるのは道案内だけですよ。私は池の向こうまで行きたいんですよ。お願いします。池の向こうなら私も食堂へおこぼれをもらいに行くついでだ。何でもいいから早くお願いします。おわっ、余計なことをするな。おやめろやめろ。待て泥棒め、こら待て。
おかげで助かりました。さあ、そろそろ食堂が近づいてきましたよ。あ、あそこです。すいませんが、あの人のそばまでお願いします。はい。ついでに口の中へ放り込んでください。よし、来た。それ、おーっと、私を食べてくれ、私を。何か入ってたかな。わかったわかった、お前の分もちゃんとあるよ。こんなところで油売って、一体いつになったら書いてくれるんです。そうだ、これだ。雑誌に書く原稿の構想が浮かんだぞ。私がこのカエラの沼の生き物に変身するんだ。まずはじめにウスバカゲロウに変身しよう。そして食べられながら次々と食べた生き物に変身していくという話はどうだろう。そしてウスバカゲロウの次はもちろん魚に決まってるさ。どうやらこれでポッペン先生のご機嫌も良くなったようです。それじゃあ一つ愉快で楽しい動物たちとの物語お願いしますよ、ポッペン先生。ドアを開ければファンタジー、世界はバラのおもちゃ箱、風のささやき、森のときめき、地球の歌をハミング、大事なものは何もないけれど大事なものばかり、みんなは違うと言うけれど本当のことは嘘、嘘、嘘ばかり、嘘のことにも本当はあるのさ。ポッペン、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 ポッペン先生、ポッペン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 先生、オーライ、オーイェー、ポッペンパーティー。鍵を開ければナンセンス、世界は愛の万華鏡、空の輝き、星のざわめき、宇宙の歌をコーラス、ララ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 、大事なもの何もないけれど大事なものばかり、みんなは違うと言うけれど本当のことは嘘、嘘、嘘ばかり、嘘のことにも本当はあるのさ。ポッペン、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 ポッペン先生、ポッペン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 先生、オーライ、オーイェー、ポッペンパーティー。この
番組に対するご意見やご感想をお寄せください。お寄せいただいた方の中から抽選で千曲書房発行の原作本を船崎先生のサイン入りで100人の方にプレゼントします。宛先は郵便番号565大阪吹田千里局毎日放送映画部ポッペン先生の係です。締め切りは5月10日です。